はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日はコードの作り方、はい、コードっていうのはね、はい、丸暗記しなくていいですよ。おお、はいはい、作り方を覚えちゃえば、例えばなんだ、何でもいいんだよ、 C-7 っていうの、要するに C-7 なんだけど、はいはい、それを作り方を覚えちゃえば、それ絶対 F-7 は作れる。はい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 。だから丸暗記する必要がない、全然。でも作り方は覚えないと、なるほど。でもあれですよね、そのいろいろと、例えばディミニッシュとか、あの、あるあるある、ディミニッシュ、あとオーギュメントとか、オーギュメントそれは覚えなきゃいけないですね。そうで、今日オーギュメント多分やんない。やらない。今日オーギュメントやんない。ディミニッシュやる時間あるかな。それも次回でいいと思う。もっと、あの、本当に何にもわからない。クラシックピアノを習って、それでジャズピアノをやってみたいっていう人が多いんですよ。はいはいはい。で、コードをまず知らない。で、まずコード、あの、ウェブサイトとか、そのコードブックとかなんか買ってきて、で、これ丸暗記しなきゃいけないのかって思うかもしれない。だけど、ね、そうじゃなくて、はいはいはい、作り方を覚えるだけで、あの、ガンダイジェット。で、今日はね、あの、鍵盤を見せないで、音でね、捉えてほしいなと思ってる。音楽だから。はい、ひとりさんはね、ちらって見てもいいけど、ひとりさん見ないでも、ひとりさんが鍵盤見ないでもできるように説明するかい。それはちょっとハードル高いですね。高くないんだって。音を聞いて、そうそうそう、ドレミファソラシドを聞いて、和音を聞いて、和音を聞いて、そこまでは、それは後で確認するんだけど、まず作り方。ああ、はいはい。みんな知ってるのは多分、はいはい、その、はい、日本語で言うと波長調、C メジャーっていう、これは、はい、ジャズスケールとかキーって言うんだけど、はいはい、それドレミファソラシドのことなんだよね。はい、それあの、これクラシックピアノは弾ける人向けに今やってますから。弾けない人は大丈夫です。はいはい、いきます。わかるでしょ？ドレミファソラシド。ね、ドレミファソラシド。はい。うん、ドレミファソラシド。もうちょいゆっくり。クラシックだと、はい、スムーズに弾きなさいみたいに言われるんだけど、まだ聞く、はい、まあそれはいいです。はい、C コード、はい、C コード、ドミソ、はい、これ何かっていうとね、あの、1と3と5なんだよ。1番目と3番目と5番目の音。あ、1、3、5、これで、はい、あの、まあ一番基本となるコードの音が出ます。ね、ドミソーって、ドミソーってなってる。実はまあ最初に言っとこうか、13度まであるんですよ。13番目の音まで。あー、14はないです。でも、あ、そっか。うん、13まで。13までですね。うん、はいはい。いきますよ。はいはい。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 9はね、内線よく出てくる。9、10,11、 11もね、まあ時々出てくる。12,13、 13まであるね。おお、はい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 。で、この内線っていうのが、まあ実はレだから2度のことだよね。2度っていう言葉ないんだけど、あんまりみんなナインスって言うんだけど、テンションはその大きな数値を使うってことになってるので、セブンスより上ですよね。ナインスと、あと13度、はい、13度っていうのはラだから、ドレミファソラのラ、ラが13度だから、はいはい、だからこれ6度、はい、でみんなね、なんか13度っていうのめんどくさいみたいで、割とあの日本人の人、英語の人も6度とか言うんですよね。だから、ナインスと、あの、いきなり日本語だけど、6度、これを、ごめんなさい、6度と13って一緒なんですか？6度と13は同じ音、だって1,2,3,4,5,6 でしょ、いいね、ラでしょ、7,8,9,10,11,12,13でしょ、ラとラじゃん。はい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 。だから、
今日覚えてほしいのは、2イコール9、うん、6イコール13、うん、なるほど、っていうこと。なるほど。数えるときって黒い鍵盤は数えないですね。そう、今八丁調だから、今 C メジャーだから、C メジャー弾くっつったら、で、たまたま黒鍵使わないじゃん。うんうん、だから数えない。ね、ですね。だから数えない。だから分かりやすい。だから C メジャーでやる。っていうこと。はい、もちろんその F キーとか F スケール聞きますよ。これだったらあの1個黒鍵入ってるので、うんうん、はいはい、これが4度なんですけど。うんうん、だから黒鍵は数えないとか、うん、白鍵は数えないとか、うん、そういうことは全部忘れてください。はい、そんなのはないんです。はいはいはい、あの質問はすごく良かったんですけど、はい、C メジャーだから白鍵だけ数える。うん、たまたま白鍵しかないで、はい、分かりやすいっていうこと。ナインス弾いてみますね。はい、これが C だったんで、はい、でこれにレを出せばいいですね。はい、出しますよ。綺麗でしょ。うん、これナインス。で13度弾きますね。はい、これラを出します。でこういう風に、うん、あのちょっとジャズっぽい音が出てくるんですね。それがナインスと13。でみんなが知りたいのは多分セブンス。セブンス弾いてみますね。はい、セブンスっていうのはなんとね、 C メジャーそのスケールの中にないんですよ。はい、この中にセブンスっていうのは存在しないの。おお、なんだそれは。おざむさん嘘ついてるのかって。嘘ついてないんだけど、うん、ここにないんです。うん、今もう一回弾くよ。うん、この中にセブンスっていう音は入ってないの。うん、セブンスっていうのはあの最後の C って、うんうんうん、C って最後のドレミファソラシの最後の音から半音下げた音、うんうん、これが、うんうんうん、なんと名前が丸暗記してください。これ、うんうん、これは丸暗記、うん、セブンス、うん、っていうんですね。弾いてみますよ。はい、あ、最初の C だけ弾くね。はい、C コード、これが元あの元ね。はい、セブンス足すと5分になります。うん、なるほど。じゃあこのその C は何なのかと、この最後のドに帰るその1個前、これはあの名前がメジャーセブンスっていう名前がついてます。っていうことね。でこのドのことをルートっていうのね。だからあのここではね今 C のキーやってるから、あの危ない、 C コードやってるから危ないな。でルートから半音半音下がセブンス、でルートから半音下がメジャーセブンス、こうやって覚えると超楽です。でもう一個だけあるね。質問ありますか。大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。はい、すごいな。で、マイナーは、あ、ごめん、マイナーをやります。マイナー、 C マイナーか。それは、またこのこの中にない音を使うんですね。うんうん、何かって言ったら、あのドミソドミソのミのミの音を半音下げるの。そうするとそのなんていうか悲しいというか寂しくなりますから。うんうん、ハッピーの方行くよ。これ元々ね。うん、で悲しいやつ。うん、もう一回ハッピー。ハッピーハッピー。なんかさ悲しい悲しいって。これがあのマイナーで、この C マイナーにセブンスの音を出すと、C、やっと戻ってきたね。 C マイナーセブンス、これが C マイナー。うーん、だからマイナーの音とセブンスの音、こうやって2つもその元々のに入ってない音が2つも入ってる。マイナー3度がマ マイナーになるのがマイナーショーで、セブンスはあのルートから半音半音した、大変だけど、半音半音した、うん、ホールノートって、うん、あ、ホールトーンね、うん、っていう風にして作っていきました。はい、うん、まあ一応理論的にはあ、なるほどなと分かったんですけど、はい、まあ、それをこうね、あの取り入れてこううまくコードを作っていく、ちょっとやっぱり慣れてないと時間かかりそうですね。そうだね、だからその
コードの作り方を覚えちゃえば、はい、あ、でもごめん、この間やった第1回でやった、はい、そのジャズのスコアあるじゃないですか、はい、あそこにいろんなコードネームが並んでるでしょ、はい、で、それを読み解いていくときに、そのこの自分でコードが作れるっていうふうに分かってれば、それをあの読みやすいんですよ、ね、自分でコードを作って、それで作曲していくのは、あの、素晴らしい、かっこいいコード進行を作っていくのは、まだもうちょっと先の話です。あの、例えば、ピアノのコードを覚えるときなんですけど、指の形で僕が覚えるっていうのが、一番早いのかなと思ってたんですけど、指の形で。ピアノの場合、まあ、鍵盤がずらっと並んでるから、いろんな、ギターと違って、いろんな指の形がありますよね。なので、やっぱり今のような覚え方が一番、ね、一番いいと思います。これが本当の基本で。ギター弾く人は、あの、弾き語りすごい上手な人でも、タブ譜見て、それで、もうまさに指の形だけで、コード、いろんなコード弾けますよね。だけど、そのコード理論っていうのは、あの、残念ながら分かってない人が非常に多いです。で、それだと音楽っていうものが分からないままなので、すごくもったいない。だから、ギターの人も何の人も、ウクレレの人も、みんなピアノで、まず鍵盤で、鍵盤だったら何を見てるか全部分かるわけだから、そのコード、コードの作り方を覚えて、それで並行してウクレレをやればいいと思うんですよ。はい。勉強になりました。はい、皆さんありがとうね。はい、ありがとうございました。またね、第3回もあります。はい。はい。